こんにちは、月島です。前回の Zoom H3VR のレビューに続き、今回は H3VR で録音した音源を管理編集するソフトウェアの Zoom Ambisonics プレイヤーを操作しながら見ていきたいと思います。今回の動画では5つの項目に分けてお話ししていきます。また使用する音源素材は Ambisonics A でアコースティックギターを録音した音素材です。H3VR で録音できるフォーマットは大きく分けて4種類あります。ステレオ、バイノーラル、アンビソニックスです。ステレオ、バイノーラルで録音した音は、Zoom、アンビソニックスプレイヤーに読み込んでも、大した操作はできません。必要な箇所をトリミングして書き出すぐらいです。一方、アンビソニックスのフォーマットで録音すると、Zoom アンビソニックスプレイヤーで様々なことが行えます。例えば、ステレオやバイノーラル 5.1 チャンネルサラウンドに変換して書き出したり、音の聞こえる方向を変えて書き出したり再生することができます。次は、アンビソニックスについて見ていきたいと思います。アンビソニックスとは、近年 VR や AR、360度の映像などの新しい体験型コンテンツの普及に伴い、音楽やサウンドにも同じような立体的な音響が求められるようになってきています。アンビソニックスフォーマットの仕組みは、複数のマイクで上下左右前後の全方位の音を収録し、その複数トラックの音源を加工し、任意の方向の音を取り出すことができる技術です。アンビソニックスには A フォーマットと B フォーマットがあります。A フォーマットは4つの単一指向性マイクで録音したままの音声ファイルです。このフォーマットのままでは全方位の音を再現できません。後にソフトウェアで任意で加工して再生します。B フォーマットは A フォーマットを加工し、4つのチャンネル W、X、Y、Z に振り分けた音声データです。H3VR ではFUMA と AMBIX に対応しています。A フォーマットから B フォーマットへ変換したり、B フォーマットの音源でも音の方向を変化させられます。ちなみに、アンビソニックスの意味は、イマーシブ 3D オーディオ。イマーシブは没入感の意味で、イマーシブオーディオは没入感の高いオーディオのフォーマットの一種で、360度の球体の音場で録音と再生が可能なものです。次は実際にソフトウェアを見ていきたいと思います。Zoom Ambisonics プレイヤーを立ち上げました。画面の左側から見ていきます。再生デバイスセレクター。左上は再生デバイスを選択するタブです。オーディオインターフェースやパソコンのヘッドホンなどモニターするデバイスを選択します。今は RME の Fireface UCX が選択されています。ここの矢印をクリックすると選べるソースが表示されます。ファイルリスト。その下は H3VR で録音して、このソフトで読み込んだファイルリストです。下の Add Files をクリックしてファイルを選択するか、ドラッグ&ドロップで読み込みます。Add Files をクリックしてみます。ドキュメンツが表示されますので、デスクトップ、H3VR。ここに表示されるファイルはすべて H3VR で録音したファイルですので、選択をしてオープンを開きます。すべて読み込まれました。他に読み込む方法として、フォルダを開いて、ファイルを選択して、これをドラッグ&ドロップしても読み込むことができます。ソフトに読み込むと、ファイル名とフォーマットが表示されます。再生モードボタン。上部は再生モードボタンです。再生する音声形式や変換する音声形式を選択します。ステレオ、バイノーラルで録音した音声形式は変更できませんが、アンビソニックス形式で録音したファイルは他の形式に変更できます。また後で実際にやってみます。
トランスポーズエリア、アンビソニクス形式で録音したファイルで、スライダーを動かして音の取り出し方向を自由に調整できます。このスライダーを動かすことで方向を自由に変えられます。シークバーエリア、再生したりファイルの開始・終了時間を調節してトリミングすることができます。操作方法は簡単で、 S と E を動かして開始と終了時間を決めます。エクスポートボタン、変換したりトリミングしたオーディオをファイルとしてエクスポートするときに押すボタンです。アンビソニックコレクションフィルター、このフィルターをオンにすることで空間精度が向上します。次はファイルリストからファイルを選んでソフトウェアを操作してみたいと思います。はい、それではソフトウェアを操作してみます。上部にあるステレオバイノーラル 5.1 サラウンド、もしくはカスタム LR、 どれかで再生することになります。アンビソニックス A フォーマットで録音したアコースティックギターの音源でソフトウェアを操作してみたいと思います。ステレオで再生します。次にバイノーラルで再生します。次に 5.1 サラウンドで再生します。それぞれ聞こえ方が違っています。そしてそれぞれの再生方法でバーチカル、ホライゾンタル、ロールを操作することで聞こえ方や聞こえる方向を変化させることができます。再生しながら操作してみたいと思います。バイノーラルでやってみます。こんな感じになります。それぞれいいと思う方式、角度を決めてエクスポートボタンを押して書き出すことができます。いかがだったでしょうか。これから VR や AR、 360度の映像などにチャレンジしようとしている方には必要なアイテムだと思います。私はバイノーラル録音に興味があって購入しました。録音フォーマットのステレオやバイノーラルはそのまま録音できますが、基本的にはアンビソニックス A で録音した音源をソフトウェアで操作して書き出すことで自由に音源ファイルを作り出せます。それでは最後までご視聴ありがとうございました。